どうもこんにちは、こんにちは、ケイです。また雨ですね。ほんと雨続きですね。もう嫌です。土砂降り、土砂降り、もう嫌さあまずね、こちらのね、動画を見てください。ご覧ください。川が大変なことになってる。やばいよね。雨続きやったでな。すごい、増水、増水が、オッケー。あ、ここが、ほら、水が、出ないこれ。うわぁ、マジか、やば。こんな感じなんですよ。ひどくないですか。ひどいっすよね。もう川やばいよね。もう増水してますよね。増水ひどい。てなわけでね、また庭で調理をしていきたいと思います。やっていきましょう。やっていきましょう。今回はね、川が増水しとったんでね、カニ増水を作りたいと思います。増水、増水、ダジャレやねんかいいじゃないですか。面白いね。そう、面白いよ。でてなわけでやっていきましょうか。やっていきましょう。レッツゴー、レッツゴー。今回はね、朝日元前作ったチャークロス、こちら使ってね、火を起こしていきます。チャークロスの作り方の動画はこちらで見てください。じゃあやっていきましょう。じゃあ朝日もほどいていきます。これがね、大変なんて、地味にね、地味、地味作業、地味作業、ね、結構ふわふわにしてたかもね。難しいよ。うん、でこれほぐすとね、なんか犬の毛みたいな。あ、確かに朝日もほぐれました。こんな感じです。ふわふわでしょ。うん、本当だったらね、朝日もだけで火を起こせるんですけど、せっかくね、前ね、チャークロス作ったんで、こちらとチャークロスを使って火を起こしていきます。こんな感じでね、朝日もの上にチャークロスを置きました。では早速火を起こしていきましょう。ファイヤースターターで火を起こしていきます。おお、来た。なんとか火がつきました。なんとかね、今日。えら。じゃあ今日もこちらのスタンドセットしていきましょう。はい、セット完了。炭がね、回ってきましたね。いい感じだね。いい感じだね。真っ黒いやつ投入。投入。でけえ。でかこんな感じかな。うん、雨引いてセット完了。じゃあカニ増水の材料紹介をしていきましょう。はじめにね、ズワイガニのほぐし身、卵、しいたけ、お米、調味料はね、酒、塩コショウ、醤油、中辛子、こちら使ってね、カニ雑炊を作っていきます。ではね、お米を研いでいきます。こちらのメスティンを使ってね、洗っていきます。今回はね、お米1合です。では早速洗っていきます。水の量はね、お米1合に対してまあ約2倍ですかね。材料紹介の時にね、ネギを紹介するの忘れました。ネギ切っていきます。そう、ネギはね、まあ上に散らすだけなんで、刻んでいきましょうか。包丁切れる？包丁ね、怪しいね。ちょっと怪しい。怪しい。慣れてきた。この包丁に慣れてきた。こんな感じで。だね、椎茸切ってきます。だね、椎茸はね、薄めに切ってきます。超薄め、超薄め。こっからまたいい出汁出るしね。そうやね。
これが美味しさの源や。源。こんな感じで切れました。さっきね、溶いたお米を蓋を開けたまま置いていきます。蓋をね、開けたままにしとくとね、分かりやすいので、まあただそんだけ雑炊やしね、雑炊やしね、うん、うん、もうだいぶお米が踊ってきてブクブクしてきましたね。うん、もうちょいかな、まあ、もうちょいで、まあでもあれね、もうちょっと水分が必要だね。うん、まあ、水分ちょっと入れて調味料入れればね、うん、できそうやね、できそうやね。だいぶね、お米がいい感じになってきたんで、しいたけしいたけこちらを投入します。しいたけを入れたら酒、一回しぐらいで十分。次醤油、こちらはね適量まあ分からん、気持ちや。こんなもんか、うん、今回はね中華カニ雑炊を作りたいんで、ね、ガラスープの素、まあ小さじ1杯分ぐらい、これで混ぜて軽く全体的にね回るように混ぜましょう。ちょっとこのままじゃ焦げてしまうので少し水入れます。軽くね、ちょっとね鶏ガラ系の味が良かったんで小さじ1杯入れて、合計で小さじ2杯入れました。完璧です。椎茸はねだいぶ火が通ってきたんで、こちらの味塩コショウ、こちらで味を整えていきます。終わり。卵、こちらを溶いて入れちゃいます。まんべんなく全体的にうわー折れそう混ぜるとダメなんでね、蓋を閉めます。卵が固まるまで少しお待ちを。じゃあね、結構いい音がしてきたんで見ちゃいます。おう、あ、いい感じやん、いい感じやん。卵ふわ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 、これ絶対美味しいやつや。美味しい。盛り付けのね、こちらのズワイガニのほぐし身上に乗せます。こちらの上でね全部乗せます。いいですか。いいっすよやべやべえな。本当ね、ちょっとね、形があるやつが欲しかったんやけどね、どこも売ってないもんね。売ってなかった。なんで？カニマッシュのやつね。おかしいでしょ。カニを全部乗せたらね、こちらの切ったネギを入れます。パラパラパラってね。うん、ではね、早速ね、分けて食べましょう。食べましょう。ではカニ雑炊の出来上がり。出来上がり。完成。完成。あ、いい匂いするね。いい匂いする。美味しそう。いただきます。いただきます。いろんな出汁がね、うん、出とるんやろうねこれ。椎茸と鶏ガラも入れて、あとカニね。カニ。うん。うん。うまいわ。さっぱりして美味しいよね。うん。なんか。落ち着く味、落ち着く味だね、うん、高級感があるあるね、うん、カニのおかげかな、カニのおかげかな卵ふんわりしてね、うん、美味しいね、美味しいね。料亭に行った気分やわやっぱ雨降ってね、うん、いつもより晴れの時よりね気温がちょっと低いからね、うん、
こういうの食べると温まる。温まるね、すごい温まる。芯まで温まる。はい、ということでごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、十分美味しかったね。十分美味しかったね、うん、メスティン一つでね、十分できるし、あっさり、あっさり食べやすくて、うん、もういろんな味がね、カニの味と椎茸の味とかね、鶏ガラの出汁も効いてね、うん、優しいいい味だったね。そうだね、うん、まあ、皮は雑炊してたけど、僕らはこういう雑炊を違う雑炊を味わう。そうだねまあ今回のね、カニ雑炊メスティン一つで作ったんやけど、うん、まあある程度ね、水分量とかね、水分量とかね考えれば、うん、全然そのまま放置プレイで作りやすい。何回も確認してやればね、うん、できると思うので、よかったら皆さんも作ってみてください。今回のカニ雑炊よかった方は高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。お願いします。じゃあね、バイバイ。